何か私のママが一番怖い。みんなおはよう。っておいおい喧嘩しちゃダメだよ。先生聞いてよ。どうしたんだ。私のママが一番怖いのに誰とも違うって言うの。一番怖いのは私のママ。違うよ、私のママだもん。みんな優しいママだと思うよ。私のママが、うん、ときみちゃんのママだって。この前もしもし、あら先生いつもお世話になってます。いえいえ。楽しそうに電話してたぞ。あれは本当の姿ではない。家では鬼なんだよ。鬼怖いよ。だってあの時。ちょっと待った。うわびっくりした。僕の筋肉メガネで覗いてみよう。筋肉メガネ。その人の記憶をメガネで覗くことができるのさ。筋肉ってすごい。どれどれ。お片付けしなさい。ごめんね。あなたとなくていらっしゃいませ。誰よ、もうこんな時に。あら、ときみの学校の先生だわ。あら先生、いつもお世話になってます。いや別人かな。ママというのは常に2つの顔を持っているのだ。面白い。ときみちゃん、片付けはやったのかい。ああ、あの後。ほら、もうこんな時間だわ。これはママがやっとくから早く寝なさい。やった、休みなさい。よいしょよいしょよいしょ。あいたーい。ママ大丈夫。ねなんでこんなとこにおもちゃがあるのよ。まずい、怒られる。まあでも時見が飲まなくてよかったわ。おやすみ時見。おやすみ。ママがやってくれたの。なんだ、とっても優しいママじゃないか。残るは私のママと花ちゃんのママ。どっちのママが一番怖い？そうだな。あ、次は二人のママが怒っている時を見に行ってみよう。最初は花ちゃんのママから。うん、でもどうやって。いいからいいから、ゆりこちゃん捕まって。おお、筋肉は。うわー、すごい、筋肉ってワープもできるんだ。いや、なんでもありやな。ちょっと、ここはどこ。ここは花ちゃんのお家だ。で、そろそろお家に帰ってくる時間じゃない。ただいま。花ちゃんの声だ。まずい、ここに隠れよう。どうしよう、また0点取っちゃった。花、帰り。わぁ、ママテストどうだった。まさかだと思うけど、また0点だったんじゃ。そのまさかです。ないわね。ただし、はい、もしまた0点取ったらどうなるか分かってるわよね。頑張ります。はあ、応援してるとつい厳しくなっちゃうわ。何かいい方法ないかしら。はなちゃんのママ考えてるみたい。ママははなちゃんのことで一生懸命なのさ。やった、2人ともおかえり。ママはどうだった。はなちゃんのママは花ちゃんがすっごく大切なんだね。次は絶対100点取ろうな、花。はい。なんで先生が泣いてるの。じゃあ次は私のママの番だね。そういえばリリカちゃんのママってどんな人なんだろう。とにかく大きいかな。大きい。それって怖いの。行けばわかるよ。それじゃあ準備はいいか。筋肉ワープ。花も筋肉ワープできるのかい。やった、ここがリリカちゃんのお家かな。でもなんだか床が柔らかいような。あなたたちいらっしゃい。この声はときみちゃん。あそこリリカちゃんのママ。あらちっちゃくて可愛いわね。いや大きすぎるかな。手が大きすぎて床だと思っちゃった。私もあれくらい大きくなれるかな。花ちゃんもいっぱい食べれば大きくなれるよ。あんなに大きくはならん。そうだわ、カレー作りすぎちゃって。あんたたちも食べていきなさい。やった、いただきます。カレーもでかすぎ。これじゃ食べきれないよ。なんですって。全部食べきるまで逃がさないわよ。
して、ママのご飯食べてきたの？うん、大きくて食べるのが大変だったよ。リリカちゃん、いつもあんなに食べてるの？うん、だってママが…先生に怒られちゃうんだよ。リリカ、これでも食べて明日も頑張りなさい。ありがとう、ママ。お友達と喧嘩しちゃったよ。リリカ、これ食べて元気出して仲直りよ。ごめんね。ママのご飯食べると元気になれるから。きっとリリカちゃんのママはいっぱい食べて喜ぶリリカちゃんが好きなんだね。結論、先生は誰のママが一番怖いと思う？やっぱりどのママも優しくて僕には決められないな。そうだね。私、ママに会いたくなってきちゃった。そろそろ、お家に帰ろうよ。うん。みんな気をつけて帰るんだぞ。さよなら。ただいま。あなた、君お帰り。ママ。あ、なに？いつも、私のこと考えてくれて、ありがとう。どういたしまして。へへへへ。あ、お菓子だ。いただきます。君、手を洗ってから食べなさい。ポケルン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。好きなポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い。水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。トゲータだったので、クワッソを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。今日も動画見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。コメントも待ってるよ。おすすめ動画もチェックしてね。またポケル TV に会いに来てね。せーの、またね。